こんにちは、みゆです。森です。こんにちは。こんにちは。今日は、また森先生の視聴者レッスン第3人目の3人です。はい、よっよっ。ゴルフ歴とあとお悩みも2つ。ゴルフ歴は5年5、6年ぐらいなんですけれども。そうなんですか。はい、ただ僕もともと肥満児で体育1だったんですよ。運動神経が全くない人間なんで、基本的にゴルフが辛くて当たりにムラがあって、で森先生にちょっと教えていただいてて、はい、そうなんですね。肥満であってもなんとかなるっていうところを出していきたいなと。じゃあ今だいぶ絞られた。今また豚なんです今。あ、じゃあ今ディエット一番豚なんで。そして森先生です。ちょっと昨日聞いた一言言ったんだけど。やめてください。はい、進めてください。はい、じゃあてかお悩みを。ムラがある。お悩みはさっき言いました。話聞いてないですよね。はい、当たりにムラがあるって言いました。聞き出せろしいですか。ゴルフ歴5年の当たりにムラがある。キャラが濃すぎて違くなってもいいですね。見たいです、そんな感じ。なんとか安定したスイングで安定したスコアを出していきたいなと思っておりますので、今日はよろしくお願いします。よろしくお願いします。やばいよ、なんかやばいのいるよって思われるんだろうけど。何で振っていけばいいですか。なんか違うのにしません。これ合いない。なんかこれ余裕そうだから、なんかすごい苦手そうなのにしよう。嫌なやつ。お肉をちゃう。はい、それ何番ですか。6番です。6番が苦手ですか。長いの嫌いなんです。苦手なんです。ちなみになんですけども、はい、今森先生に習ってるかと思うんですけど、はい、森先生は何が良くて習おうと思ったんですか。顔と体と心意気。結果ベタ惚れなんで。心意気もやばいでしょ。本当いきまーす。どうぞ。おお、ナイスショー。ナイスショー。綺麗。ということで本日のこのポイント。ダメダメ。すごい綺麗。まあ、理由はここに来る前に出版の人って200球ってきた。仕上がりましたね。仕上げてきてるよもう。いやいや、撮影のガチなのに。こういう当たりが、うん、安定しないと。ちょっとレベル感が違いすぎて分かんないですね、そのお悩みが。まあ教えてるからね、実際教えてるから確かにいい感じなんだと思うんですけど、でまあその中でどうですか、何か日頃教えてる流れとかからでもいいんで。ちょっとクラブ垂れちゃってます、上げていくと。あ、すいません、お願いします。それ一時期私もその癖あったんですか。あ、なしですね。マネージャーになるけど、はい、構えてここから上げていくのにこう上がっていくんですよ、はい、ちょっとこう伸びるヘッドが落ちるみたいな。なんで構えますって構えたらちょっと左手で下に押してヘッド1個分だけちょっと上げて、上げた状態からクラブバックスイングを始める。ここから構えます。そこからここから左手で下にこうやって押して、そうするとちょっとここに角度できるじゃないですか、うん、この状態でバックスイングを上げていく。そう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 、で打っていったら打っていく。ここがこう下がるから下ろしていく時も伸びるんですよ。でちょっと噛んで入っちゃう。なんでちょっと押してこのフォークを伸ばさないように、要はリリースが速くなりにくくしてあげる。わかりました。やってみます。そう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 、そのまま上げる。 OK、 うん、いいっすよ。
で左手にこう角度作るじゃないですか、はい、これをこうしたらです、この状態で上げていくんです、そのまま上げていって、うん、OK、そうそう、OK、ナイス、おー、よいしょ、ナイス、いやちょっと気になるか、まあ、ドライバーは若干こうなってもティーアップしてるんでちょっとアッパー気味に入るだけだからいいんですけど、やっぱ地べたで打つやつになるとちょっと噛んで入りやすいのでちょっと、あ、あれだ、あとあのショットはいいんですよ、ショットは、うん、アプローチとかそっちだ、あの危険なの、はい短いってことですね、うん、どのぐらい、30ヤード、はい、はい、落ちましたこういう言うたら欲しかったんですよね今、うまくいったらどうしようと思ってたんですよいや、行かないと分かったから大丈夫、せっかく悪くないですか、ちょっと足の後もう半分ぐらいしましょう、 OK、そう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 、ね、今のもちょっとヘッド上げて、うん、さっきのショットと同じ、うん、前で上げて、ちょっとそれでクラブ、めっちゃいい音、そう、わかりました、クラブに動きしかないって、からこう行くんですよ、こう押しちゃう、そうからリリース早くなってちょっと噛んだりとか、でこれ上げて、このまま上げていくとヘッドが上から入りやすくなるんで、今みたいに綺麗に入る、ヘッド行こうか、うん、そうそうそう、でそのまま打っていきます、そう、で足の幅があんまり広くなりすぎちゃうと後ろにグラッて大きくなりすぎちゃうんですよ、では足腰動きやすくなっちゃうから、なので気持ち短いから分の時は足1足分ぐらいのスタンス幅で大丈夫、広い大丈夫です、はい、そうそうそう、まあそうそうそう、わ、綺麗、いい音、すごい、いいじゃないですか、いいじゃないですか先生、さすがでございます、オッケー、アプローチ苦手だったんですか、いい入りですすごい、だからメモリーが少ないんで次回どうなるかっていうそう、上手、全ショット、はい、共通して入れてあげるといいかな、セバフェ、そう、いい、すごい、読み込みが早い、みんな、うっしゃー、早い、うっしゃーってことは30度飛んでないんで22度は入ってるかな、これからアプローチで、はい、その体重移動って必要なんですか、体重移動はあまり必要ないです、必要ないです、はい、左足重心をキープで、うん、30ワードだとそうですね、左足重心キープはグリーン周りエッジとか、うん、30ワードもっと短い15ヤードとかそれぐらいであれば大丈夫です、30ヤードぐらいだと両足重心、両足で、はい、ただ足の幅が狭い分その分だけ体重度は小さくなります、うん、広くなればなるほど体重力大きくできちゃうじゃないですか、はい、そう、だから多少はしてるんですけど、はい、感覚としてはしてないぐらいの、意識はしてないけども、そうですそうですそうです、はい、っていうふうに思ってもらえるといいだろう、そう、うまい、いいじゃない、なんかいいの、ずるい、一回やってみましょうか、いいんです、いいんです、私はいいんですえ、でもすごいですね、一番大切アプローチ、あんま、ここで真打ち登場よっよっ待ってました、でも今さっきのちょっと狭めて、うん、おー、うん、おー、綺麗、ちょっとヘッド1個打ってみてください、ヘッド1個上げて、上げて、左手下に押して、そのまま押すとこうやって上がりますよね、はい、そう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 、ちょっと押す、あ、はい、そうそうそう、押してヘッド1個上がりますよね、はい、そのまま見てました、うん、なんか押して1個上げました、はい、こっからスタート、はい、あー、絶対見てなかった、いや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 
一回止まる。先生。あんまり声かないで上げて一回止める。そっから上げて。バックスイング始めて。そう。そう。ナイス。ナイス。ありがとうございます。そういうことです。お疲れ様でした。お疲れ様でーす。もともとね、まあ、定期的に教えてる鉄さんではあるので、まあ、今日はちょっとなんかリリースがちょっと早くなっちゃってたんで、リリースをちょっと維持できるようにする打ち方を、まあ、伝授させて。そうですね、日々教えてもらっててもやっぱりちゃんとやっていかないと忘れちゃうんですよ、覚えてないんで。そのブラッシュアップというか記憶の、このなんだろう、更新しがないとメモリの問題なんですけど、はい、ちょっとずつちょっとずつ一個ずつやっていけばいいかなと思います。はい、そうですね、そこは力なり継続ですって。継続です。はい、この後も打ちっぱなしていきます。もうすでに200球打ってるのに。はい、もうでもあと1万球ぐらい打たないと覚えないな。はい、それは勝かせてやらさせてます。はい、頑張ります。パワーバランスが、はい、こういう感じなんです。ここですか。まあでも、なんだろう、僕に合ってるのかなって思うんですよ、先生が。はい、よろしくお願いします。お願いします。みんなでよろしくお願いします。ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございました。